ミサイル艇、ミサイル艇は、対艦ミサイルを装備した集艇である。一般的に、ミサイル艇の排水量は満載排水量で800トン、前後までで、この中でも大型のものはコルベットに分類されている、場合ある。また、ソ連海軍やロシア海軍の正式の分類では、ミサイル艦艇のうち小型のものを、ミサイル艇、ミサイルカッターロシア語、大型のものを、 ミサイル艦と呼んで区別している。また、ミサイル艇には、小型ミサイル艇と大型ミサイル艇があるが、実際運用されたほとんどの方は、大型ミサイル艇であった。第二次世界大戦中に高速魚雷艇の有用性に注目したソ連は、第二次世界大戦後、早くからその後継艦艇の開発に着手した。ソ連は、積極的に、 艦隊艦ミサイルの開発を行い、最初の実用的艦隊艦ミサイル R-15、テルミート、NATO コードネームを開発。これを大型魚雷艇の船体に搭載し、世界初のミサイル艇 183R 型小型ミサイル艇、コマ R 型を建造した。183R 型は1959年から1965年までに100隻以上が建造されたが、 小型ミサイル艇の開発は、この 183R 型のみで終了し、続いて、より本格的なミサイル艇となる、大型ミサイル艇の開発が着手され、その一番手となったのが、P-15 発射等4本を搭載する2 0小型大型ミサイル艇、大佐型であった。大佐型は、改良型の二百五 u 型、E 型も合わせて年から年に、 かけて200隻以上が建造れた。その後、防空ミサイルシステムや速射砲も搭載し、隠し搭載機器も刷新した大型の1241型大型ミサイル艇が開発され、205型を代替した。こうした大型ミサイル艇の配備の一方、ソ連では実質的に大型のミサイル艇といえる小型ミサイル艦も多数が製造された。対する西側では、 対艦ミサイルの開発自体に力を入れていなかったため、ミサイル艇はノルウェーなどごく一部の国で開発、建造された程度であった。ミサイル艇が注目されるのは、エーラート事件後である。エーラート事件とは、第3次中東戦争中の1967年10月21日に、エジプトのコマール型ミサイル艇が、イスラエルの駆逐艦にエーラートを撃沈した件で、 満載排水量、約2000トンのエーラートがわずか100トンにも満たない、ミサイル艇になすすべもなく撃沈された。この事件に西側は大きな衝撃を受け、対艦ミサイルの迎撃システムとして CIWS の開発に乗り出したと同時に、中小国を中心にミサイル艇の配備が進むようになった。最初のミサイル艇同士のミサイル船は、 第四次中東戦争中の1973年10月6日にイスラエルとエジプト、シリアの間で正規したラタキア沖海戦である。この戦闘ではイスラエルのミサイル艇がシリアの魚雷艇、総海艇と交戦した後、応援に駆けつけたシリアのミサイル艇と交戦し、シリアのミサイル艇5隻を撃沈した。戦闘を終えたイスラエルのミサイル艇は港に寄港したが、 エジプトのミサイル艇がイスラエル戦を攻撃しているとの情報を得たため再び出航した。この戦闘ではエジプトのミサイル艇3隻をミサイルで撃沈した。この戦闘では約50発のガブリエル SSM とほぼ同数の P-15SSM が発射された。この2つの戦闘の際使用されていたミサイルはアラブ側の P-15 がアクティブレーダーホーミング。 イスラエル側のガブリエルがセミアクティブ、レーダーホーミングであった。P-15 はガブリエルより射程が長く、発射後誘導が必要なかったが、ECM やチャフに弱かったため、結局一発も命中させることができなかった。重大な欠点としては、コルベット級の大型艇などの例外を除いて、艦隊空ミサイルや CIWS、電子戦装置等の有効な自衛防空手段を、 持たないことが挙げられる。湾岸戦争においては、イラク海軍のミサイル艇は他国籍軍側の航空兵力に対して何ら対抗する手段を持たない、ため、A-6 攻撃機や関西ヘリコプターの発射する空対艦ミサイル、空対地ミサイルによって撃沈もしくは大破させられた。互いに制空権を持たない、中小国間の紛争はともかくとして、 制空権がすでに敵側に握られている場合は、有効な手立てを持てないことが多い。最近では、一部のミサイル艇や、小海艇、米海軍サイクロン級などでは、携帯敷地対空ミサイルや、その改造型が装備されていることもあるが、自衛手段の息を出ない。2008年に起こった、アブハジア沖海戦においても、ミサイル艇の対艦ミサイルに対する防御の欠如が、確認された。 この回線は、グルジア軍が、ミサイル艇2隻と小海艇3隻によって、ロシア艦隊襲撃を試みたものである。襲撃を察知したロシア艦隊の対艦ミサイルが、グルジア艦隊に放たれ、小海艇が撃沈されると、グルジア軍はなすすべもなく撤退した。なお、ロシア軍の主張によれば、グルジア軍も、対艦ミサイルを発射したが、ミサイル巡洋艦の迎撃により撃墜された。 また、工術のペガサス級などを除けば、地上の支援は必須である。ミサイル艇の規模、性能から艇内に指揮所や、居住設備、補給設備を設けることは事実上不可能であり、沿岸に、機動性のある、艦制、補給設備が必要となる。ミサイル艇は初期には、アメリカ海軍のような外洋海軍でも配備された、ペガサス級からそもそも、 米国沿岸での任務は念頭に置いておらず、地中海沿岸の NATO 諸国と共同建造し、同海域に配備予定だったが、NATO 諸国が賛成しなかったため挫折したが、近年では中小国や地理的な状況から沿岸海域での行動能力が重要視される国などで配備され、外洋での活動を重視する海軍では数を減らしてきている。初期のミサイル艇の船体は、 魚雷艇の影響を大きく受けていたため、機動性が高く飛探治性が低い小型の船体を使用していた。しかし対艦ミサイルは魚雷より有効射程が長いため、魚雷艇のように危険を犯して敵艦へ接近する必要がなくなり、それにより速度や機動性の重要性は低くなった。そのため、 その後建造されたミサイル艇は最高速力を3 5トン程度に抑える代わりに、構成や居住性を高め、小海艇に近い運用方法を取るものが増え、若干の対戦対空能力を備えたコルベットに近いタイプも開発された。高速での航行能力に長けたハイドロフォイル、水中翼型のミサイル艇も開発されたが、建造費が高く、 速力に制約があったことなどから建造されたのはわずかにとどまった。近年においてはステルス性を持たせたものが増えており、その典型的なものがスウェーデンのコルベットビスビューである。ソ連やロシアでは、哨戒任務と対艦攻撃任務を兼任できる中、小型の艦艇としてミサイル艇が重宝されている。また、発展途上国のような十分な海軍力を持たない国で、 特に重宝される傾向にある。また、フィンランドなどのように領海が小さいながらも、海岸線が複雑に入り組む地域を持つ国は、待ち伏せやヒットランが容易なことから積極的に配備されていることが多い。逆に、アメリカ合衆国をはじめとする外洋海軍では、外洋航行能力の低いミサイル艇の需要は少ない。日本では海上自衛隊が、 その高速性を活かし、小海艇としての任務も与えている。いかに各国に配備されている主なミサイル艇の一覧を示す。括弧内は搭載ミサイルである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。